動物園のバックヤードに子どもたちが大勢詰めかけています、動物に与える餌を準備しているところなんですが、リンゴと人参、こちら何の動物に与える餌なんでしょう。実はシマウマだそうです。高知市のワンパーク高知は、夏休みの子どもたちに動物園の仕事を体験してもらうサマースクールを毎年開催していましたが、コロナ禍のため今回は4年ぶりとなりました。動物の餌やりに挑戦した子どもたちは、人参やリンゴなどを包丁で食べやすい形に切っていく作業を体験しました。ちょっと怖かった。食べてくれると思う。はい、初めてです。包丁上手に使いよって、うん、家でも包丁使ったりするか。まあ、時々、うん、子供たちがやってきたのはシマウマの部屋です。オスとメスで分かれていて、メスの部屋は出産に備えて大きめになっているといった飼育員の説明に、子供たちは目を丸くしながら聞き入っていました。自分たちが準備した餌を食べてくれるのか、心配そうに見つめる子どもたちをよそに、シマウマはリンゴや人参を次々と食べていました。調理を飼育員さんたちが一つ一つやっているところでびっくりしました。気持ちいい。ヤギの触れ合いコーナーで糞の後始末なども体験した子どもたち。汗を拭いながら奮闘する子どもたちに、ヤギたちは優しい眼差しを向けていました。